監督にお話を聞いていきたいと思います。さあ、それではこの作業を迎えてのステージイベントはこちらです。はい、ステージトークショー俺のこだわりシリーズと題しまして、これからですね、さまざまなトークテーマを持ってこの時間トーク進めていきたいと思います。そしてですね、こだわりについて皆さんに聞いていきたいんですけれども、やはりこだわりを頑張ってサポーターの皆さんに伝えていただきたいので申し訳ありませんが、皆さん、今日はですね、こだわりないです。これは MC ガードで自然に出してなんとか話を盛り上げていただけると思います。こだわりなし MC です。言った瞬間に宮本監督がマジかよというのをしてましたけど、出してください。はい、さあ、それではですね、そのこだわりはですね、はい、今持ってきてください。はい、今ですね、ガバチェが持ってくれていますというこのガチャガチャ、こちらを使ってですね、トークテーマを一つ出していきたいと思います。では一つ目、江戸選手コイン投入していただいて、はい、一つ目出ましたか。めっちゃ大きい。何で発表したのがいいでしょうか。さあ、一つ目のこだわりトークテーマはお願いします。こだわりを装備に、こだわりをコーディネート、ということで、まあ、皆さんの普段の道具のこだわりあったらちょっと聞いていきたいなと思います。まあ、コーディネートって言って、江戸選手宮本監督が、はい、監督に出勤して、はい、最初の試合は黒のコーディネートに、宮本監督、グレーのパンツ、白のスニーカーというコーディネートだったんですけども、はい、それがすごくネットを中心に話題になってましたよね。はい、噂の聞いております。噂聞いております。はい、知らなかった。いや、うちの嫁さんが言ってましたよ。あれが欲しいってね、高売りしたんです。そう、問い合わせが殺到したっていうね。はい、宮本監督、まさか自分のその初陣でその試合の内容と合わせ、ああいうそのベンチでのファッション、コーディネート注目されるとは思ってました。いや、もう何着るかは結構、まあ、迷ったところだったんですけど、あ、最初の試合どうしようかと。でも、こうチーム一体として戦うので、ね、はい、あの黒いモザイクとグレーのマンスはチームの方は移動のユニフォームですので、ここは統一してやりたいなと思って選びました。で、結果的に、まあ、多くの方で選んだので注文されて、それはあんまり気にしてないですね。でも目に入らなかったですか。試合終わった翌日とかにあんまり見てなかった。普段、じゃあ、例えば昨日もそうですけれども、試合が終わった翌日のその様々なメディアの報道だったりというのはあんまり見えません。あ、もう次に切り替わってる。まあ、もう違ったんですけど、まあ、ですからそうやってマスクの監督のファッションで三浦選手、はい、監督がファッションで注目を集めるってなかなか聞いたことないですよね。そう、だからすごくこまつってますけど。さあ、もちろんですね、まあ、宮本監督だけではなく、遠藤選手、そして三浦選手にちょっとプライベートなそのこだわりのコーディネートということで、今日はですね、お写真をちょっとご用意していますので、まずはじゃあ三浦選手いきます。三浦選手、はい、はい、三浦選手、俺のこだわりコーディネート、遠藤選手、こだわりがちょっとわかんないですよね。え、多分シンプルで、立ち方がこだわりだと思う。立ち姿、うん、ファッションじゃない。ファッションじゃない、バレましたか。いや、でもシンプルでいけるんですか。シンプルでね。いや、なんかテーマ的には、うん、なんか家族とかで温泉に行く時の感覚があるんで、お、やっぱそうなんかシンプルになります。なかなか、え、提案は家族で温泉に行くなんかって言われました。家族からは、なんでこれ、例えば友達とかとご飯食
自分が出る若い世代の選手のコーディネート、今のコーディネートですけど、非常に色味がなくて僕もびっくりしました。白と黒、まあ、シンプルでいいじゃないですか。まあ、なんか結構まあゲータも普段多分ワイドシンプルなとしてるな、印象は。あ、じゃあイメージ通り、いわゆる帽子から続けてる感じは、選手により。あ、でも確かにそうですよね。三浦選手、帽子はなんかこうこだわりの感じですか。絶対かぶろうと。特にね、寝癖についてるんで、それ隠すために。寝癖隠しのための帽子なんだから。じゃあ帽子がない時っていうのは結構早くできた。寝癖つかなかったの。寝癖つかなかったの。なるほどね。さあ、そして遠藤選手もですね、今日は俺のこだわりのコーディネートということで写真持ってきていただきました。お願いします。あ、若い遠藤選手、さっき三浦選手のことこだわりある立ち方だって言ってましたけど、はい、遠藤選手もなかなかっぽい立ち方じゃないですか。そうですね、あれちょっと監督からどこ見てんねんってツッコミが来たんで、どこ見てんでしょうね。どこ見てんでしょうね。これはこう、え、下の近く、これどこすかね、わかんないっす。これ普段遠藤選手こういうスタイルが多いっていうことですかね。多いですよね、こんな感じです。はい、まあ非常に T シャツだったり、何かこう形だったり色だったり、はい、デザインだったり、何かこうこだわりとかってありますか。ちょっと宣伝っぽくなるんですけど。何ですか。ちょっと僕ね、 T シャツとか帽子とかいろいろ出してるんです、遊びで。そう、ちゃんとおります。あ、すいません、はい、宣伝っぽくなんで、なんで、もうここ2年ぐらい服買ってないです。服買ってないんか。はい、で自分のデザインの。そうなんですよ。ばっかり来てそればっかり来てます。でも気がつけばもうそれがこだわりのスタイルになるわけですよね。そうですね、ありがたいことに、ありがたいことにファンの皆さんも、はい、たくさん着用してもらってるみたいで、はい、嬉しいです。嬉しいです。はい、え、ご家族は。家族も来てますね。あ、そうだ。はい、来てます。じゃあもう家族揃って出かけると、もうみんな同じペアルク、ペアルクみたいなファミリーでみんな揃ってるんですよ。はい、宮本監督、宮本監督は家族でお揃いの服着て出かけるとかしますか。まずないですね。なかなかファミリーが一緒でしょ。うん、はい、ですね。ほら、USJ 行ったりするとさ、なんかこうみんな同じ帽子かぶったりとかあるじゃないですか。絶対しないです。耳ついてる帽子とかほら、そこ、まず USJ 行かないんです。あ、テンパートが行かないんだ、そういうとこ。そう、だからあんまりこう、まあ、平成はあれやけれども、例えば絶叫マシンとかに、はい、こうお金を払ってまでなんで怖い思いをしなきゃいけないんだって。だから仮面でもな、そこはもう、わーい言うて、この顔写真で撮ってもらえないやんか。まあ、怖いからね、ね。あ、絶叫だな。そう、いやいや、弱点ですよ、ミスターパーフェクトの。いや、弱点でしょ。普通に、え、皆さんがいい。いや、僕はどちらから好きですね。藤井君、何が面白いか分かる。なんか、絶叫いいよ、レイプロ選手は。みんなでわーわーするのね。もう、遠藤選手はご家族いるから、小さいお子さんもいるし、そういうテーマパークすごく。そうですね、ジェットコースターとか、大嫌いです。遠藤選手もダメ。ダメですね。子供用のジェットコースターだったらギリ行きますけど。体縮みで乗るんだ、一緒に。ユニバとか。うん。はい、絶対無理です。そうだ、意外とじゃあ。だって、ちょっと笑っていって、何メートル上であんな危ないところに。危ないところ子供のやつのカーブの結構怖い。まあ、結構直角に見曲がるんだよね。ああ、いや、ちょっとファッションから思わぬ二人の違う運命が見えましたけど。じゃあ続いて、はい、では頑張って皆さん持ってきてください。二つ目は、じゃあ三浦選手、
すいません、こちら出てきてもらって、はい、コイン入れていただいて回してもらっていいですか。さあ、三浦選手はどんなこだわりとのテーマを見てくれたんでしょうか。発表してください。あ、まずカプセルが開かない。こういう不器用なところも女性ファンの皆さんは可愛いになるでしょうね。さあ、それでは三浦選手、大丈夫でしょうか。じゃあカプセルもらってください。はい、では三浦選手お願いします。こだわりの趣味。はい、こだわりの趣味。これまあ、ですから皆さん普段はこうサッカーのお仕事ですから、それ以外の何かこう興味を持っているもの、趣味として取り組んでいるもの、遠藤選手なんかは以前から結構ゴルフを積極的にされているという印象がありますけど。そうですね、はい、趣味ゴルフ。ゴルフ好きですよ。あの各選手に聞きますと、遠藤選手かなりゴルフ上手いので。いや、そういう勉強上手くないですよ。あ、そうですか。周りが下手なだけです。周りがダメ。周りが下手なだけで、僕は全然上手くないですよ。え、例えばチームメイトでこう周りがあるありますね。はい、はい、その時って結構大きいスコア出すなっていうのは大体決まってるんですか。あ、他の選手が、はい、他の選手下手です。じゃあもうこのチームだったらもう俺が一番。あ、今三浦選手もそうじゃないですか。三浦選手も最近ゴルフをどうなんですか。腕前の方は。いや、全然なんか飛距離出てる。あ、距離が出る。距離が出る。もう200、250。これはだって、うん、遠藤選手一緒に回るともっと練習しなきゃなってなって。壊した。
入れて入らない。さあ、それでは日本ランクトークテーマを発表してください。最後のトークテーマとなります。これのこだわりシリーズ、最後は今日はでもこだわりの都市伝説、こだわりの都市伝説、まあ、これだからいわゆる都市伝説、皆さんがなんかこう知ってる都市伝説っていうことで聞いてみたいなと思うんですけど、かつてね、遠藤選手、あの J リーグだと、FC東京の前田選手、前田選手がシーズン最初のゴールを挙げたチームは降格するなんていう、まあ、今年かなりこう J リーグでも話題になりましたけど、いや、あれ本当でしょ、都市伝説みたいな2013シーズンぐらいから続いたのかなって、あの伝説はね、前田選手からしたら大迷惑でしょプレッシャーですよね。まあ、ですからそういう都市伝説っていうところで、なんか聞くと思うけど、遠藤選手が結構そういう都市伝説が好きで、いろいろなエピソードを多分知ってるって聞いたんですけど、あ、好きですかね、例えば何かあります？今ここで一つちょっと見ようと思います。うちのチームメイトの小田ちゃんが宇宙人じゃないかっていう都市伝説があります。これは気になりますね。野田君が、野田選手が宇宙人も、なんかね、いろんなところの毛の生え方がおかしいんですよ。これはちょっと気づけならんすね。でしょ、みんな知らないからね。はい。で、我々は普通に頭部、眉毛、まつ毛、あとはちょっと腕とかね、足にこう、下毛がありますけど、野田ちゃんね、胸毛すごいんですよ。本当は。しかもね、全部毛が中に入ってる。腰をまたほうでもなく、中に全部内側に向かって入ってくる。その辺で毛の生え方がおかしいですね。これ宇宙人じゃないけど、宇宙人じゃないかと俺は思ってます。三浦選手、野田選手の宇宙人説っていうのがありますけど、他、ナンバー大阪のその選手でこれちょっと気になるかな、これ宇宙人の宇宙人になっちゃうかなとかっていうような、そうですね、我々に上がっちゃう選手がいますね。結構なんか、意外とそんなみんなが思っているように、多分分かってて胸毛がやってそうです。あれ、意外と体毛が濃い選手が多いそうです。顔だけ見てると分かんないけど、あれ、もう一つ聞かないですけども、藤原選手のプライベートと全く見えない説っていうのがあると思うんですけど、あるんですね。けど、この間一緒に何人か10人ぐらいご飯とか行きました。結構どこにあったか聞いてみたんですけど、なんか、噂には聞いてますけど、まだそれは当たらない。実際にやられたことはないです。遠藤選手、藤原選手ってなかなかみんなとご飯も行かないことってそうですよね。一時期は本当に何してるか分かんないけど、同世代の藤原選手もおっしゃってました。はい、今も分かんないですよ。今も分かんない。今も分かんないです。まあ、独身ですからね。そうですね、はい、どこで何をしてるかっていうのは自由ですから。自由ですから。監督はどうですか、選手のプライベート気になります？選手のプライベート、何してんだろう、あいつだとか。あ、でも話してる中でそういうのをちょっと聞き出したことがありますけど、それよりも、なんでみんなそのシャワー浴びるの？うちのチームの選手はよくシャワー浴びるんですよ。試合前とか、ホテルからスタジアムに入ります、で、スタジアムについてみんなシャワーを浴びます、浴びますね。え、シャワーはホテルで浴びてきたの？シャワーを。で、また、これまたアップ終わりかな。アップ終わり？アップ終わりかな。お、アップ終わりで浴びて、これまた。まあ、やってまして、まあ、それ以外にも結構シャワーっていうか、その、ガンバ大阪選手のシャワー利用率の高さをやったのが作ったのではないかと。俺の中ではありますけど、琵琶湖の水位を若干下げてるのはここじゃないかと。琵琶湖の監督は選手時代って、試合当日シャワーって試合後だけ、まあ、ホテルで浴びて、試合会場に入ったら、そこまでシャワー浴びてる選手は当時は多分いなかったから、
でも試合を動かせたらさ、他の今のチームはね、どういう状況なのか、エスパルスの中で。いやー、でも、さっき言われたように、ナンバーのシャワーというのを、やっぱり都市伝説ですよ、まあ、その都市伝説の伝説がここにいますよ、レジェンド。試合当日、こう朝から起きて、試合終わって家帰って、までで、まず朝起きます、ホテルで。はい、ここで行きたいと思う、シャワー。朝起きてすぐは浴びないんですよ、はい、で寝る前には浴びて、はい、僕はスタジアムについてすぐは僕は浴びて、でスタジアムについてすぐ浴びる選手もいる、いるやんな、すみません、結構それは結構何年かなと思います。あ、そうなの。まあ、ルーティンじゃないですか、うん、その人の普段の練習を浴びてっていう、じゃあ普段のメロコスタイルでスタジアムでもじゃあついて浴びて、浴びて、体温めてたじゃないですか、うん、はい、浴びるために浴びてみて。じゃあ遠藤選手の場合はじゃあアップが終わって一度ちょっと、はい、アップ終わってとハーフタイム試合後ですよね。試合後は水風呂入って、はい、帰ります。でも家帰ったらじゃあさすがにもう、じゃあ最近は、はい、水風呂しか浸からないので、はい、試合後ね、はい、で最後体温めてストレッチして寝ることが多いので、はい、家で温かいお湯を、あ、もうお湯を使って、はい、おすすめで、はい、でも本当に一日何回もこれがもう風味になってるわけですね。はい、でもシャンプーは一日3回以上したら跳ねるっていう噂を聞いたので、そこはシビアに、はい、2回までです。3回目、3回はギリギリのタイミング、ギリギリのタイミング、そうか、まあ、ですから選手の皆さんもなんかこういろいろなこの試合に向かう試合当日のルーティンっていうところでもね、こだわりがあったりということで、さあ、時間となってしまいました、この時間はですね、俺のこだわりシリーズということで、まあ普段